ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。京王線北野駅に来ています。新型5000系がやってきました。この列車は、高尾山口駅から新宿駅へ走る、マウント高尾号です。普段は京王ライナーとして有料座席列車なので、注目を集めています。オールステンレスで製造された鉄道車両です。ススキナブランドです。サスキナブランドです。Jトレックが製造しました。レーザー溶接で、側面がフラットに仕上がっています。ステンレス製ですが、アルミ製と同じくらい軽量化されています。新5000系が出発しました。北野駅を出発して、左方向へ進み、高尾山口駅へ向かっています。右側は京王八王子駅方向です。パンタグラフの向きが、高尾山口駅方向を向いています。架線が複雑に入り組んでいるのが見えます。電車の上にある線を架線架線って言います。パンタグラフから、電気を取って、モーターを回すのに使ったら、レールに返します。YH の標識が見えます。Y は山の頭文字の Y でしょうか？ H は、八王子の頭文字の H かな？無料の高尾山号が来ました。この緑色は目に優しいですね。側面に高尾山って書いてある。3号車は、窓にもみじが貼り付けてあります。おしゃれですね。ご視聴ありがとうございました。